実はこんなにいた秀吉の息子たち。皆さんこんにちは。天下人豊臣秀吉は数えきれないほどの側室に囲まれながら、なかなか子宝に恵まれませんでした。それでも生涯に息子が3人いたことが分かっています。しかし今回ご紹介するのはこれら実子たちではありません。血がつながっていない養子や有志たちです。簡単に言えば、養子は実子と同じように家督や財産などを相続できるもの、有志は相続にはあまり関係なく形式的な緩い親子関係を結んだものとお考えください。秀吉には養子有志がなんと10人はいたと言われています。今回はこれら10人の息子たちを一挙にご紹介してまいります。どうぞ最後までご覧ください。悲しみに暮れる秀吉のもとへやってきた信長の息子、尾継秀勝。秀吉が長浜城主になった頃、待望の実子が生まれました。名を石松と言います。後に織田の重臣丹羽長秀と柴田勝家の名をもらって秀勝と呼ばれたそうです。ところが天正4年1576年、石松は幼くして亡くなってしまいます。せっかく生まれた我が子の死を嘆き悲しんだ秀吉はすっかり落ち込んでしまいました。しかし立ち止まってばかりもいられません。意を決した秀吉はなんと主君信長の息子を養子にもらいたいと直訴したのです。信長も驚いたでしょうが、有力武将となった橋場家に我が子を入れるのも悪くないと思ったのでしょう。秀吉からの申し出を快諾し、四男尾継ぎを養子として与えたのです。橋場家の後継ぎとなった尾継ぎは元服して秀勝と名乗りました。そう、秀吉は亡くなった我が子と同じ名を与えたのです。秀勝は備中で初陣を遂げ、その後も秀吉に従って各地を転戦しました。本能寺の変で実父信長がこの世を去ると、続く山崎の戦いでは信長の息子として全軍の旗頭となっています。また信長の葬儀には喪主として参加し、織田と羽柴をつなぐ存在であることを内外に知らしめました。ところが秀吉が関白となり事実上の天下人となった直後、思わぬ不幸が秀勝を襲います。もともと体が弱かったためか、にわかに急病となり、回復せぬまま17年の短い生涯を閉じてしまったのです。もしも秀勝が長生きしていたら、次の天下人は秀勝になっていたかもしれません。遠く離れた異国の地で没した秀吉の甥、小吉秀勝。秀吉には秀勝という名の養子がもう一人いました。二人を区別するため、先ほどご紹介した秀勝はその幼名から尾継秀勝、そしてここでご紹介する秀勝も同様に幼名を小吉と言ったので、小吉秀勝と呼ぶことがあります。小吉秀勝の母親は秀吉の姉友、父親は三好義房。貧しい農民一家だったと伝わっていますが、秀吉の立身とともに一家もどんどん繁栄していきました。秀勝は信長の息子尾継秀勝が亡くなった頃に秀吉の養子となったようです。縁者の少ない秀吉にとって少しでも血がつながったものを後継者にしたかったのでしょう。秀勝はなかなか気概のあった人物だったようです。秀吉に従って多くの戦場で活躍しました。天正15年1587年の九州攻めでは一手の大将となり、岩石城をあっという間に攻め落とすなど目覚ましい戦功を挙げています。翌年には豊臣姓を下賜されました。その一方、
自意識過剰な面もあったようで、戦功を誇るあまり褒美が少ないと愚痴をこぼし、秀吉の叱責を受けたとか。それでも秀吉はそんな甥が可愛かったのでしょうか。天正19年1591年に岐阜13万石を与えるなど優遇し続けています。文禄元年1592年、いよいよ秀吉の宿願だった朝鮮出兵が始まりました。秀勝は9番隊の大将として出陣し、小瀬島へ移りましたが、朝鮮半島本土へ渡ることはありませんでした。現地で重い病気にかかってしまったのです。必死の看病も虚しく、ついに秀勝は遠い異国の地で帰らぬ人となりました。23年の短い生涯でした。ところで、かの浅井三姉妹の末っ子郷はこの秀勝の正室でした。彼女は娘貞子を産んでいますが、貞子は後に九条家と継いで、たくさんの子宝に恵まれます。そしてこの貞子の子孫貞子が後に大正天皇の皇后となり、現在の皇室へとつながっているのです。秀吉の後継者になるも悲しい最後を遂げる豊臣秀次。豊臣秀次は先ほどご紹介した五吉秀勝の実の兄です。彼もまた秀吉の立身に伴って引き上げられ、大きく運命を変えられた人物でした。秀次は秀吉の意向によって近江の宮部氏、四国の三好氏へと次々に養子に出されますが、武将として着々と頭角を現していったようです。天正14年1586年、秀吉から豊臣姓を下賜されます。5年後、秀吉の実子鶴松が夭折しますが、この頃正式に秀吉の養子になったと思われます。秀吉は関白を辞して秀次に譲りました。翌年、秀次の実弟秀勝が朝鮮出兵で病没。もはや秀吉の後継者になれるのは秀次しかいませんでした。豊臣家第2代関白となった秀次は、家臣の補佐を受けつつ本格的に政治と向き合います。公家や諸大名と交わることで見識も広めていきました。ところが、やがて秀吉に実子広井、後の秀頼が生まれます。皮肉にもこれが秀次にとって不幸の始まりとなりました。当初秀吉は秀次を後継者にした以上変更はないと明言していましたが、やがて秀次の娘を広井にめとらせたいと言ったり、日本を5つに分けてその一つを広井に継がせたいと口にするようになります。秀次でなく広井に後を継がせたくなったのです。父と息子の関係が微妙になる中、秀次が謀反を企てているとの噂が立ちます。当初秀吉は気に留めていませんでしたが、ついに申し開きをするよう秀次を伏見城へ呼びつけました。ところが秀次がやってきても秀吉は会おうともしません。事態を悲観した秀次はついに自ら高野山へ蟄居してしまいます。今日秀次事件と呼ばれているこの顛末の詳細は諸説あって定まっていませんが、つまるところ二人の溝が最後まで埋まることがない悲劇だったのです。秀次は謀反など考えていないとの思いを込めてか、最後は切腹して果てました。秀吉から受けた恩義を感じて西軍の副将格に、宇喜多秀家。秀吉がまだ信長の部下だった頃、秀吉は中国地方を制圧する司令官として毛利氏と対峙していました。この時毛利氏から離反して秀吉の味方となったのが、備前美作の戦国大名宇喜多直家でした。やがて直家は病気で亡くなり、後に残されたのは
幼い嫡男八郎のみ。直家は生前八郎の将来を秀吉に託していたといいます。秀吉は直家の遺言を忘れず、八郎を元服させて烏帽子親となり、自らの一字を与えて秀家と名乗らせました。秀家は容姿が美しく優れた器量を持っていました。将来の豊臣政権をきっと支えてくれるだろうと感じ取ったのか、秀吉はまるで息子のように接したといいます。天正16年1588年には、前田利家の娘郷姫をめとらせて前田宇喜多の両家をつなぎ合わせました。同じ頃、秀吉は秀家を有志としています。その後も忠実な臣下として各地で従軍した秀家でしたが、慶長3年1598年に秀吉が亡くなると、運命の歯車は狂い始めます。まず家中の内紛に端を発した宇喜多騒動で多くの家臣たちが離反、宇喜多家の戦力は大幅にダウンしてしまいました。そして慶長5年1600年に起こった関ヶ原の戦いにおいて、秀家は西軍の副将格となりましたが、結果はまさかの大惨敗。そのまま戦場を離脱して遥か薩摩へ逃れていきました。しかし探索の目は厳しく、ついに徳川方へ身柄を引き渡された秀家は流人として八丈島へ、そしてその地で生涯を終えてしまったのです。没年は明暦元年1655年とされます。世はすでに五代将軍徳川綱吉の治世となっていました。同盟のためだけに秀吉の養子となった兄弟、池田輝政長吉、羽柴秀吉と池田恒興は同じ信長の武将として仲が良かったと言われます。しかし厳しい戦国の世では仲の良さなど当てになりません。秀吉は中国攻めの司令官を務めていた頃、松永久秀や荒木村重などに相次いで謀反を起こされたことがありました。信長の信頼が厚いとはいえ、常置だって何をしでかすか分かりません。しかも池田家が治める摂津は秀吉軍の後輩地、もしも常置が謀反を起こせば秀吉はたちまち窮地に立たされます。そこで秀吉は常置に対し、常置の息子の一人を養子にしたいと申し出ました。秀吉の気持ちをよく知る常置もこれを快諾、三男長吉を差し出したのです。人質同然というわけですが、こうしたやり取りは乱世では決して珍しくありませんでした。やがて天正10年1582年、信長が本能寺で王子すると、秀吉は明智光秀を討つべく中国大返しを断行、驚くべき速さで畿内へ駆け戻ります。そしてやはり池田家を確保しておきたい秀吉は再び常置に提案しました。もしも味方でいてくれるなら、甥の秀次を貴殿の婿としよう。その代わり貴殿の次男輝政を我が養子としたい。もちろん婿や養子は同盟のための方便です。ともかく秀吉は必死でした。結局秀次は常置の婿にはなりませんでしたが、輝政が秀吉の養子になる件は実現します。秀吉は今後のことも考えると、池田家と同盟を強化しておくメリットは大きいと判断したのです。やがて秀吉が天下人になると、池田家は豊臣一門に準じる格を与えられ優遇されたのでした。養子としてたらい回しにされた不幸な境遇、結城秀康。徳川家康の次男として生まれながら秀吉のもとへ人質に出されたのが結城秀康です。彼は生まれた時から父に疎まれていたとか、
聖母の身分が低かったから、彼自身の容貌が気に入られなかったからなどと考えられています。天正12年1584年に起こった小牧の役の後、紆余曲折あって家康は秀吉に臣従しますが、その証として秀康の身柄は大阪城へ移されてしまいます。本来なら次期後継者である三男秀忠が指名されるべきでしたが、家康はあえて秀康を選んだのです。体のいい厄介払いでした。ところが秀康に対面した秀吉は彼の不幸な境遇を知ってか知らずか大変気に入り、まるで我が子のように接したといいます。この頃の秀吉はいわば養子がマイブーム、気に入った男子がいればすぐに養子にしたいと口に出していたとか。秀康も養子となりましたが、彼にとっては生まれて初めて父親の愛情に浸ることができたのではないでしょうか。しかし父との蜜月の時間も長くは続きませんでした。天正17年1589年、秀吉に実子鶴松が誕生したことで、秀康は関東の名族結城氏へ養子に出されてしまったのです。たらい回しされる自身の境遇を呪ったかもしれません。けれども秀吉が亡くなった後、実父家康と共に向かった会津遠征で見事に役目を果たして加増を受け、越前68万石の大領を得ました。秀康は34歳の若さで没しますが、この忠直以降は徳川一門である松平姓を許され、越前松平家は幕末まで続いていったのです。不摂生がたたって創生した豊臣の貴公子小早川秀明。秀吉と正室ねねの間には子供が生まれませんでした。二人は橋場家の将来に大きな不安を抱いていたようで、数少ない血縁者から何人も養子を迎えています。小早川秀明もその一人です。もともとはねねの兄木下家定の五男でした。秀吉が天下人へ近づくにつれて秀明の待遇も向上し、わずか7歳で10万石の大名になったといいます。秀次に次ぐ豊臣政権の後継者候補と早くから目されていました。ところがそんな秀明だからこそ彼に取り入ろうとする者も多かったのです。秀明は諸大名の相次ぐ接待を受け、幼少の頃から酒を飲み続けました。その影響もあってか、自意識過剰で優柔不断、プライドばかりが高い性格になってしまいました。そしてすでに10代でアルコール依存症になっており、酒なしでは生きていけない体になっていたのです。やがて文禄2年1593年、秀吉に実子広井が生まれると、秀明は実質的に後継者候補から外されました。そして筑前を領していた小早川隆景の養子となります。その後秀吉の指示に従って朝鮮の役に従軍しますが、なかなか役目に見合った働きができません。しかも帰国後、秀吉から領国没収の上転封という命令を受けたことで、ついに自暴自棄となってしまうのです。もちろん酒の量が増えたのは言うまでもありません。そんな秀明の境遇を救ったのが家康でした。秀吉の死後、五大老筆頭だった家康は秀明の所領復帰を求め、他の五大老に認めさせたのです。こうして恩を受けた形となり、慶長5年1600年の関ヶ原の戦いでは西軍を裏切って東軍に味方し、その勝利に貢献したのでした。戦後秀明は備前、美政、備中55万石を領しましたが、これを境にそれまでとは人が変わったように活躍します。年貢を軽減したり、
自社の優遇政策を推進するなど、名君にふさわしい前世を次々に打ち出していったのです。しかし長年にわたる過度なアルコール摂取は確実に彼の体を蝕んでいました。関ヶ原から2年後、秀明は急逝します。わずか20年の生涯でした。諸説ありますが、死因は肝硬変だったと言われています。天皇にも関白にもなれなかった親王、八条宮利仁親王。八条宮利仁親王は一般に八条宮と呼ばれます。祖父は扇町天皇、父は実仁親王でした。秀吉が有志に迎えた唯一の皇族で、形式的に秀吉の子になることで、将来の関白職が約束されていたと考えられています。ところが、天正17年、1589年、秀吉に実子鶴松が生まれたことで、この話はなかったことになり、他の養子ともども秀吉との関係は白紙に戻されました。さて、慶長3年1598年、秀吉が死去。時の御用勢天皇もまた病に伏していました。天皇は八条宮に皇位を譲る意思を明らかにします。ところがこれに徳川家康と九条兼隆が反対しました。家康はかつて秀吉の有志だった八条宮が即位して天皇になれば徳川家にとって厄介な存在になると考えたのです。あくまで徳川家の意向に沿った天皇の即位を目論んでいたのでした。こうして八条宮が即位する話は立ち消えとなり、慶長16年1611年、弟の正仁親王が即位、後水尾天皇となったのです。八条宮は18年後に亡くなりました。仙台藩を継げなかった政宗の長男、伊達秀宗。最も遅くに秀吉の有志になったのが伊達秀宗です。豊臣傘下の諸大名の多くは妻子を人質として大阪城や伏見城下に住まわせていました。伊達政宗は諸子兵五郎、後の秀宗を差し出し伏見城に住まわせていたのです。兵五郎は利発で機転の利く性格だったようです。たちまち秀吉に気に入られて有志となり、元服後秀宗と名乗りました。秀吉の実子広井の小姓も務めたと伝わります。秀吉はおそらく豊臣と伊達を結びつける存在として期待していたのでしょう。ところが慶長7年1602年、長らく嫡男が生まれなかった伊達政宗女子姫夫妻に待望の嫡男が誕生しました。こうなると秀宗の立場は微妙なものとなります。すでに時代は徳川の世へ移りつつあり、豊臣家べったりだった秀宗は仙台藩主にふさわしくないとみなされたのです。こうして秀宗は次期藩主の座から強制的に降ろされてしまいました。このままでは弟の下で家臣として生きていくほかありません。ところがここで助け舟を出したのが父政宗でした。慶長19年1614年の大阪冬の陣へ秀宗をわざわざ参陣させ、先行ありとして家康に認めさせたのです。論功行賞によって秀宗には伊予10万石が与えられ、別家という形で独立した大名になれたのでした。大阪の陣から7年後、ある日秀宗は政宗に胸の内を率直にこう語ったといいます。仙台藩を継げなかったこと、長きにわたって人質生活を強いられたことを私は今も恨んでいるのです。ところがこれがきっかけとなって父と息子の仲はようやく打ち解け、
親密になっていったそうです。